はい、皆さんこんにちは。ファミリー空海です。今日はですね、ローストビーフ作っていこうと思います。では早速調理にかかりたいと思います。はい、では調理していきたいと思います。まずね、こちら、近所のスーパーで買った 100g、198円の、オーストラリア産ですか、オーストラリア産の、牛ももブロックですね。で、こういうのが付いてたんですよ、ローストビーフ用の。でも今回これ使いません。私が食べたい時にこれ使います。で、今日は普通に塩コショウ、クレイジーソルで、いつもの牛肉料理には欠かせない、ナツメグ、見えますかね、ナツメグパウダー、これを使っていきたいと思います。もうまずこれ1時間ぐらい前に出しておいた、冷蔵庫から出しておいた肉ですね。で、見てわかるとおり、そんな熱くないんですよ。3点、厚いところで4センチ近く。薄いところだったらこういうふうに、薄いですからね。なんで、まず塩コショウやっていきましょうか。で、なるべく多めでいいですよ。塩コショウ。で、この側面にもつけて。で、次クレイジーソース。で、ナツメグ。あとこれをオーブンで、もうめんどくさいんで、余熱なしで、250度のオーブンで、15分入れたいと思います。はい、ではできました。ちょっと温度設定ちょっと間違えて、250度を余熱なしで15分って言いましたけども、なんか途中で止まっちゃったんですよね。なんで、10分ぐらいして止まったのかな。なんで、ちょっと240度に温度下げて、8分やりました、その後。以前にも何回かこのローストビーフ作ったことがあるんで、その経験を踏まえて言うと、大体温度は240度から250度を、余熱があるんであれば、しっかり温めた中に入れるんであれば、大体15分ぐらいでできると思います。じゃあちょっと切ってみましょうか。わかりますかね。これが、ちょっと赤みがかってますよね。ちょっと赤みがかってる。ちょっと赤みがかってる。でもこれぐらいがちょうどいいっちゃちょうどいいですよね。で、よくこれすぐ冷やすとか、冷やした方がいいっていう人がいますけども、あれ冷やすとなんかいいことあるんですかね。例えば肉汁がこぼれなくなる、表面冷やすと硬くなるから肉汁がこぼれなくなるとか、そういう利点があるんでしょうけども、私は冷やしません。じゃあこれも切って、それで今ご飯チンして温めてるんで、ご飯に盛り付けてローストビーフを丼として食べたいと思います。では調理終わりました。で、ローストビーフ丼と、ローストビーフ、こっちローストビーフ丼ですね。わかりますかね。ちょっとタレみたいなのかかってるんですけどね。これです。肉泥棒です。ちょっと赤っぽいタレ。ちょっと見えにくいかな。で、あとはこっち、普通の、ローストビーフ。好みによって分かれると思うんですけども、私は結構生が好きなんですよ。なんで、半生です。本当に、ミディアムレアっていうか、本当にもう、表面積の半分なんです。なんで、もうちょっと焼いた方が、好きだなっていう方は、もうちょっと焼いた方がいいかもしれませんね。私は、先ほども言いましたけども、240度から250度、
余熱しないで温めないで、温めて、余熱して温めてから入れて大体15分ぐらいで、大体こんな感じです。肉の重さは 400g です。で、厚さが厚いところで、まあ、4.5 センチぐらいのところですよね。じゃちょっと食べてみたいと思います。まずこのローストビーフ、これは下にね、下この半分見えますかね、これ。見えないな、こうやって多いか。卵かけです、生卵なんで、卵かけご飯になります。半分で、それで表面に、肉泥棒のタレをかけて食べます。いただきます。100g 198円と、まあ、牛肉としては比較的安い肉を使ってます。でもやっぱり最初の下準備、ナツメグを振りまけ、ナツメグ振ったり、まあ、クレイジーソルト振ったりとかいろいろやって、で最後この肉泥棒のタレで食べると、やっぱり美味しいですね。で今度はこの肉のみの、まさにこのローストビーフの肉のみのところ食べてみたいと思います。これもこの肉泥棒のタレにつけて、素晴らしいです。もうちょっとやった方が良かったかなっていう感じはありますけどね。ありますけども、なかなか美味しいですね。はい、では食べ終わりました。とても美味しかったです。で、まあ食べ終わった後ちょっと調べたんですけども、焼いた後すぐ水に冷やすかどうか、まあ叩きみたいな状態ですね。まあするのかどうかということなんですけども、ローストビーフ基本は常温で食べるのがベストらしいです。まあ冷やさず、まあ、かといってか温かくせず、もう常温で食べるのがベストらしいです。なので、まあ熱の、ここに関してはそれほど、まあ神経質になる必要はないかなっていう感じはありますね。焼き上がったとすぐ、まあ、出して、まあ、すぐ食べるわけじゃないですか。で、あと焼き上がったらすぐは切らない。焼き上がってしばらく時間を置いてから、それこそ常温になってから切った方が肉汁が出ないんですよ。血というかあれが出ないんですよ。なんで、そういう、まあ、焼いた後しばらく時間経ってから置いてから切ることを私はお勧めします。あと私は240度か250度で高温で焼いて、それでまあ半生状態で食べるのが、まあ私は美味しいと思ったんですけども、やっぱりまあ中にはね、まあ完全に火通したいっていう人もいるでしょう。その場合は温度下げてください。もうガンガン温度下げてください。調べたら120度ぐらいでやってる人とかいますからね。240度の半分の温度ですよ。それでじっくり焼く。そうすると多分おそらく焦げ目とかつかないと思うですけどもね、その焦げ目がつかない分、柔らかく肉ができるっぽいんですね。なんで、まあ柔らかい肉食べたい、それで中までちょっと、まあね火通したいっていう人は、まあその低温でじっくり焼いていただいてみたらよろしいのではないでしょうか。まあちょっと、食べたちょっと、まあ、ほんの5、6分だけ、5分か10分ぐらいだけ調べたんですけどね、それだけでもやっぱりこういろいろな意見がありました。なんで、まあちょっと、ローストビーフ結構奥深いなっていう感じが、ただ焼いてそれで食べるだけじゃないんだなっていうことは分かりました。まあ皆さんも、まあ、ローストビーフ、まあ、作ったらいいんだけど、まあ何回か失敗するかもしれません。失敗するかもしれないけども、まあ徐々に徐々に、まあ
何回も繰り返すうちに徐々に徐々に、まあ、完成度の高いローストビーフ食べることができると思うので、まあ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。まあ、安い肉でも十分美味しくいただけます。ということで、今日本日日曜日なんで、まあ、今日でゴールデンウィーク終わりですか。まあ、明日からまた普通の、まあ、日常の生活に、まあ、戻ると思います。それではまた明日、まあ、今日、ゴールデンウィーク最後なんで、まあ、ゆっくり楽しんでください。それではまた明日お会いしましょう。アディオス。アスタマニアナ。